要するにまあ成功するってことですよね。50メートル走でも何でもいいですよ、うん、走ってるのが自分だけだったら絶対1位じゃないですか、はい、それが2人走った瞬間に2分の1になるんですよ、はい、みんなこんな単純な理屈を忘れてますよね、うん、そういうことあんまり考えないんで何考えるんですか僕、はい、普通にあこれやりたいと思ったらやっちゃう人なんで川上さんと堀江さんといえば、まあ、様々な今まで交流あると思うんですけど、もともとお二人はいつぐらいからのお付き合いなんですか？一番最初は、着ボイスです。着ボイス。あ、そうそう、あの、堀江門ボイス、ボイス、着ボイスをやらせてくれとかって言って。そうそうそう。はいはいはい、要は、着メロ、はい、着歌、そうですね、で着ボイスって今度始めるんですよと。はい、で、はい、なんか第一弾みたいな。はい必殺100分割とかね、なんかわけのわからないことをやろうとして、あの、ほとんど断られたんですよね。で、僕ホリエモンだけ言ってくれたんですよ。2002年とか、それぐらい ?2004 年ぐらいですね。すごい、すごい人だなと思って。でもなんか僕はほら、なんか結構前から勝手に知ってたから、はい、ネットワークゲームやってるとか、はいはいその前はなんかモデム売ってたんですよね。あ、そうですね。ね、俺使ってたんですよ。あ、そうなんですか。あ、そうですか。ありがとうございます。つなぐモデムを使ってて、その後ネットワークゲームをやったんだけど、あれはあんまりうまくいかなくて、着メロにピボットして大ヒットした頃です。まあ、うまくいかなかったっていうよりはネットゲームは自宅だったんで、ああ、そっかそっか、自宅は自宅としての一応それなりの結果を出したんですけど、あの、まあ、別にそれ上場はできなかったと。なるほどなるほど。でも当時あの必殺100分割はちょっと断られたっていう、あの着ボイスはそう断られましたね。全然それは覚えてないですけどね。ライブドアでなんかね、ピカソがすごく上がってた時のやつで、いろんな名言を持ってたんで、はい、その名言をあの全部言ってもらおうと思ったんですけど、はい、ほとんど断られました。世間的なイメージが悪くなるようなセリフばっかりだったんで、はい、まあ、 あの判断は正しいかな。多分なんか僕が断ったっていうよりは、まあ、広報とか。いや違いますよ。いやいや、堀江さんが断ったんですよ。あ、そうでしたっけ。いや、僕はそういう時って、あの、僕直接本人と会って、はい、いや、とかね、部下にあの堀江さんにね、世の中あの金だみたいな感じのこと、もうよく覚えてないんですよ。多分そんな感じのことをね、部下に堀江さんに聞けって言われても、部下が逃げるんですよ。なるほどね。いや、やってくださいから。で、そういうの僕はあのうまく直接ごまかしながら言ってたんで、でその場で判断して、あの全部断って。いやだって。そうでしたっけ。で、唯一喋ってくれたのが僕堀江もだったんですよ。なんでそれが OK だったのか僕よくわからなかったんですけど。まあでもそんなイメージはあるから。そう、イメージは悪くなかったっていうね。多分そうですよね。なんか何も言わずに返すのも、はい、申し訳ないかなとかそういう話だったんじゃないですか。いやいや、サービス精神あるからな。なんかそんな感じの着方した人は、はいはい、川上さんとABEXの松浦さん。松浦さんもいきなり代表のメールアドレスにメールしてくるから、はいはい、うちのスタッフが、うん、これ本物ですかねって言うから、もう多分本物だと思うよって。川上さん何やってんの？そうです。ビジネスとしては今 N コーと、うん、あとバーチャルキャストっていうの VR の会社ですよね。おー、バーチャルキャスト。教育事業やってると思えば。うん、あ、そうなんですか？バーチャルキャストも。あ、バーチャルキャストはなんか一応あの放送ツールなんですね。VR の、うん、あの放送ツールなんだけど、うん、VR なんか儲かるわけないじゃないですか。うん、だからそれをちょっと改造して、うん、あの VR 空間で授業が受けられるプラットフォームにしたんですよ。うん、で、それでそれをあの N 校がライセンスしてるんですけど、うん、本当に授業やってるんですかそれ？やってますよ。へえ、聞くんですかそれ？あの、いや聞きますよ。あの、でも英会話とかさ、面接練習とかそういうのはいいんですけど、うん、授業 VR はちょっと使いどころが難しい感じですね。まあですよね。さて川上さんといえばですね、ドワンゴや角川、ジブリにもですね、プロデューサー見習いなどのそういった形でエンターテインメントの分野に関わってきたかと思うんですが、ジブリのプロデューサー見習いはこれ授業じゃないですよ。趣味みたいな。そうですね。そうですね。着メロサイト、色メロミックスね、まあドワンゴ .jp ですとか、まあ皆さんご存知。ミックスって懐かしいな。懐かしいですね。色メロ懐かしいですね。僕も最初見て、あ、色メロと思いましたね。で、ニコニコ動画、まあ皆さんご存知のニコニコというのがあるんですけれども、こういったことを、過去に発言しております。川上さんの過去の発言ですが、ブルーオーシャンには手を出すな、競争はするなというような、ことをおっしゃっているんですよね。いや、ブルーオーシャン手を出すなって、なんかね、新しい事業って成功しないんですよ、はい、誰も見たことがない、マーケットがないってことだから、うん、だから基本僕はユーザーがいるところでしか新規事業やらないって決めていて、うん、一から開拓するの大変なんで、うん、
うん、ブルーオーシャンに手を出さない、そういうことですよね、はい、ブルーオーシャンって要するにプランクトンがいない海のことですから、はい、逆にユーザーがつくところっていうのはすでに競争相手がいるっていうことですよね。で競争するなんて矛盾するじゃないですか、うん、まあだからね、まあ、世の中矛盾するものに答えを出すことが要するにまあ成功するってことですよね。競争するのはどうですか、競争するな。いや だってそれ普通に考えてみればいいと思うんですけど、うん、50メートル走でも何でもいいですよ、うん、走ってるのが自分だけだったら絶対1位じゃないですか、はい、それが2人走った瞬間に2分の1になるんですよ、はい、こんな単純な理屈を忘れてますよね、うん、堀さんいかがですか、この川上さんの、うん、まあ、経営、まあ、哲学というかこうお考えに関して。いや僕そういうことあんまり考えないんで。あ、何考えるんですか。僕、はい、僕は普通にあこれやりたいと思ったらやっちゃう人なんで、まあ分かると思いますけど、いや、はいはい、今まで僕がやってること見たら、はいはい、なんでこんなことやってんだろうこの人って思うことも結構あると思うんですよね。なんでこんなめんどくせえことやってんだろうとか、うん、まあ、そうですよね、すごい多分そういうことをすごいやってるから、うんうん、単純に僕はやりたいなと思ったらやっちゃうっていう、でやりたいなをやれる、やりやすくすることを、仕組みを考えてるだけで、別にそのなんかマーケットがあるとかないとか競争をするとかしないとかはあんまり考えてなくて、単純にやりたいことやってるだけです。もちろんだからすごい競争が激しい場合もあるし、一人で走ってることもあるし、あ、それで違い分かりましたよ、うん、あの僕ね仕事嫌いなんですよ、うん、だから効率よくやることを考えるんですよね、うん、だから好きな仕事やってたら別に何も考えなくても大丈夫ですね、うん、あと堀江さん結構1位を取れる領域を結構見てないですか、なんか競争いないかとかよりかはこうやったら1位取れるってそこが。いや全然全然考えない、いやもうやっぱりやりたいことをやってるよ、やっぱりスコープはちょっとずつ変わってたりとかするけど、例えば1回、あ、もう1個言うと1回やったことをあんまりやりたくないっていう、なんか飽きちゃうから。いやだから堀さん見て思うのはなんか欲望に忠実ですよね、はい、はい、そう、人間の根源的な欲望にすごい正直に生きてるっていうのをなんかあらゆることで貫いてるじゃないですか、うん、それはその通りだと思います。だから例えばなんかよく言われるのが、もう最近言われなくなったけどみんな忘れちゃってるから、ライブドアみたいな会社また作ってくださいとか言われるんだけど、もう一回やったからいいじゃんそれはって、他の人たちがやればいいじゃんっていう。あともう一つはだからなんか、まあ、誰もやったことがないことをやってみたいなと思うことが多いと思う。だからそこにマーケットがないかもしれないけど、だからたくさん失敗してますよ。本当にプランクトン一匹もいなかったよっひどいなこれみたいな、ひどいなこれみたいな。プランクトン一番一匹もいなかったのって何ですか。忘れちゃうんですよね、そうなんて。あまりにも拍子抜けしすぎて、はい、いやだからパワーありますよね、すごいいろんなことに対するなんか生きる、うん、行動するパワーがありますよね。そうで、それはその今ちょっと変わってきてるのは、僕の場合は世界に通用するビジネスをやりたいなと思ってるから、うん、はいはい、だからまあロケットとか和牛とかをやってるっていう食系ですよね、はい、If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.